こんにちは、天野さん。多分ね、新しいことをすることへの恐怖ってのは当然あると思うんですよね。でも反面ですね、同じことをずっとすることの恐怖っていうものを感じなければなりませんよね。ずっと同じことをすると、それは楽なんですよ。楽なんですけども、それって結構怖いことだっていうふうに気づかないといけないのかなと思うんですよ。そして新しいことをするっていうのは、確かに未知への恐怖がありますけども、同時にですね、未知への期待っていうのもあるんですよね。その期待のワクワクの方に自分をどのぐらい意識を向けられるかってことが、挑戦に対しての好奇心に向かうと思うんですよ。でもそれが考えられないと、挑戦に対する恐怖しか湧いてこないんですよね。だからその気持ちの切り替え方だと思うんですよね。きっと新しいことをするっていうのは未知の不安あるし、失敗の不安もあるでしょう。でも繰り返しますけども、新しいことをやるからこそ新しい出会いがあったり、新しい気づきがある。その未知へのワクワクとかね、未知への好奇心っていうのをご自身のですね、モチベーションに切り替えていっていただきたいかなと思います。本当にですね、行動前後悔と行動後後悔ってあるんですけども、やらなかった後悔って多くの人が持ってるんですよね。でもそれよりもやってしまった後悔の方が納得感があり、自分の人生にページっていうのを刻めるんじゃないかなと思いますけどもね。いかがですかね。若い頃やっとけばよかったっていうふうに悩むこともあると思うし、若い頃やってしまったっていうのもあると思うんですけども、どちらがよりね、自分の人生に輝きを残したかってことを考えると、これからの人生にですね、やってしまったっていうこととやってなかったってこと、どっちがダメージが大きいかってこと、それも考えていけばどうかなと思うんですけどね。いかがでしょうか。私はですね、一つのね、例ですよ。私が幼い頃からずっとトランザムのナイト2000タルに憧れてきました。で、これを1日でもいいから乗ってみたいと思って、ちょっと無理しましたけどもね、今それの所有者になっているわけであります。結構しんどいですねでも多分私が人生を振り返るときに、大変だったけど自分は憧れの車を1回手に入れたぞっていう風なね、大きな満足感とともに、まあ時間をね、最後の時間を閉じることができるんではなかろうかと思うわけですよね。俺は絶対この自分の大好きな空間を走り抜けたぞっていうふうに、速稼塾に対しても思うでしょうしね。まあそれぐらいですかね、今回お伝えできることは。だからワクワクに目を向けていきましょうってことですよね。その期待とか希望に目を向けていきましょうってことになるかなと思います。はい、新しいことっていうのは二面性があります。怖さと喜びですよね。喜びの方に目を向けたらどうかなと思います。今回